加工はござりまするが、工場を名乗って申し上げ立てまつりまする。ふるさと山形県鶴岡市において十四代目よそべ様の田んぼにて渋谷真子さんと田植え体験の始まり始まり。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、念願の田植え体験をしたいと思います。わーい、あ、やった、ガイアガイアから今日は盛り上がってる。はい、車椅子、まあ、足が浮かなくても、もう田植え機を使って田植え体験できるのかっていうのをずっとやりたくて、今回ご協力いただけることになったので、まず田んぼのご提供と機械のご提供をしていただける、はい、よそべさんの渡辺さんでいいですか。はい、です。よろしくお願いします。はい。で、私今つや姫観光大使をしているんですけども、同じくつや姫観光大使を山形県にしている中村はしごさん、こんにちは。中村はしごさんも今日は一緒に体験をしていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、では早速田植えやっていきます。さすがに田植え機には高くて乗れないので、こんな感じでまずは抱えてもらって乗っていきます。手すりとかはないけど、乗ってしまえばギリギリ姿勢は保ってられました。はい、つや姫の苗を植えていきたいと思います。実際にこんな風に田植え機で皆さん田植えしてる映像を見たことありますか？これ全部苗ですね。苗をセットしていって、で機械を動かしていきます。田植え機なんですけど、エンジンかけるときはちょっと足元でペダルを踏まないといけないんですが、それ以外は手動装置のように私の左手で左手のレバーを押せば前進、後ろに引けば後退ってなってました。で、黒っていうこの脇の道路じゃない、道みたいなところをの幅を見ながら、白い棒との間を見ながらまっすぐ植えていきます。で、進めば自動で苗をこうやって植えてってくれるんです。すごい気持ちいいよね、ずっと見てられる。泥にハンドルをすごく取られるので、まっすぐしているつもりが全然まっすぐじゃないので、こうハンドルを動かしながらまっすぐ植えていきます。で、これを繰り返し U ターンしながらまた植えていくんですね。で、次の線、まっすぐな線をこの赤い車輪が引いてってくれるんです。ほら、こうやって線ちょっとあと引いてってるでしょ。で、これを今度はセンターに構えてまっすぐかどうかをやっていきます。今回はしごさんは手植えをして、私は機械でやるというちょっとカオスな映像を撮ってみました。我て名乗るもおがましいが、我も将来ではなく、おはや四十に人間のあなたもわずか50で、60よ宙に隠れたで、歌舞伎役者の中村はしご。危ない。
鍋体験終わりました。ありがとうございました。楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった、ね、よかった。本当なんかすごい機械で植える絵と、あの手で植える絵とカオスな映像が撮れて面白かったかなって思います。はい、でこの植えたお米のこうね生育状況っていうか、そういうのもいろいろ随時 SNS とか YouTube でこれから発信をして、お米ができるまでを撮っていこうと思います。皆さんぜひつや姫新米今年の秋楽しみにしていてください。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録、あのよそべえさんもはしごさんもインスタグラムとかあるので概要欄に貼っておくのでぜひフォローお願いします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。つや姫食べてね、食べてね、うまいよ。